まああのー、マスクのね、付け外しを専門家が、ああ、こうだという、それをまた NHK みたいな公共放送が、あのー、お墨付きみたいな感じで報道するっていう国は、僕はどうなのかなって、個人的なもんですよね。でうんまあ、もちろろんん、ねあのー、例えば混んでるところとこか、うん お年寄りが多いところとかそういうところではマスクをつけた方がいいということもあるのかもしれないんだけど、でももう、常れ言っているように、そのマスクをつけるつけないっていうのは、より総合的な判断が必要なんでね、感染予防という評価関数はそのうちの一つでしかないですね。特に子供とかが関わっていることを考えると、その忍者発達とか考えるとですね、マスクをやたらつければいいって問題じゃないわけで、で、それについていちいちですね、専門家と称している方々が、 あの、出てきて、その、メディアの中である種有権的なコメントを求められる国って異常だと僕は思うんですね。あの、はっきり言いますけど、そんなの、それぞれの人を常識で考えられるじゃないですか。だって話としてはそんな難しくもなんともないんですから。別にビットゲンシュタインの命題でもね、あの、チューリングの数学の証明でもないんで、別にそんなに難しくないじゃないですか。だからなんか日本ってなんかその、医師だとか、なんか専門家だとか、ね、なんかそういうお墨付きっていうか、権威の人のね、あの、言ってることを、そのまま、 なんか、盲目的に、え尊重するっていうのが、国民のある一定の人たちの中にいると、僕なんかそういうのとは全く違う考え方ですけど、ミエラルジさんなんかもそのリバタリアンでね、リバタリアンってこれ当たり前だと僕は思うんですけど、その、それぞれの人が自分の判断で、えー なんていうかな自分の行動を選択していくっていうことを基本としてもちろん共,共同体としての様々なルートとか取り決めってことは、まあ、守りつつですよでもやっぱり一人一人がその、えー、自律的に判断するっていうことに基づく社会じゃなかったらこれはまともに発展していかないんで僕はだからそのマスクの付け外しにまで専門家がああだこうだと言ってパトロなんかパターナリズムっていうかですねまあ大体日本の えー、そういう専門家の世界ってのはパターナリズムに陥りやすいですよね。あの、全部かしといてくださいと私はあなたに迷惑してるんですって国家資格も持ってますみたいなね。それであの、えー、あなたが考えることはありませんっていうなんかその一般の方々をちょっと、えー、の知性を低く見積もるようなそういう、まあだからその NHK の放送の作り方もそういうになっちゃってるっていうか、だからこの国は30年停滞してるんだってのは僕の考え方ですけど、 マスクの付け外しにまで専門家がああだこうだ言うのをただ一般の人はそれに従えというような立てつけで NHK がニュースを作るような国だから僕はこの国は30年間停滞していると僕は思ってます。それは僕の考え方です。なんでねあのもうちょっと一人一人の何か公開情報があるわけですから別に今。さっきから言ったようにビットゲンシュタインとかチューリングの命題とか証明じゃないんだからそんなに難しい話でもないんで。 別にあの、そんな権威とか専門家が出てくる話でもないんで、それぞれの方が常識に従って、良識に従って、マスクをつけるべきときはつける、つけないときはつけない。しかも評価関数は一つじゃねえよと、あの、いうことを我々がもうちょっと共有できるような国になったら、この国はもうちょっとまとめなんじゃないかなと僕は思ってるんで、え、こういう動画を、え、上げさせていただきました。はい。それは、あとは皆さんのお考えです。